ジェームズ・オグルビ、ジェームズ・オグルビ第4代フィンドレーター伯爵、初代シーフィールド伯爵、ジェームズ・オグルビは、スコットランドの弁護士、貴族、政治家。失する君尺師、スーミ密古門官。その政治力を見込まれて、シーフィールド伯爵に助された。第3代フィンドレーター伯爵とその妻案との間に、生まれる。1685年に、 スコットランド弁護士会会員に選出された。1681年より1682年、及び1689年より1695年まで、バンフシャー選出議員を務める。1693年より、スコットランドはホーム時間、1702年より1704年、及び1705年より1708年まで、スコットランド大法官を歴任した。 また、1696年より1702年及び1704年より1705年まで、スコットランド国務大臣を務めた。オグルビは、放送家として英達するとともに、尺や、地位も上昇している。すなわち、1698年にシーフィールド子爵を、授けられた。また、同年には、王立協会フェローにも選ばれている。 続いて1701年にはシーフィールド白爵に除された。一連の助釈の背景には、スコットランド合同を推進する政府がおぐるびの政治力を見込んで英達させたという思惑があった。そのため、1707年連合法の制定に際して、スコットランド側の代表の一人としてイングランドとの交渉に当たった。合同成立後は、 その報奨として3000ポンドの年金まで得たが、次第に合同への減滅を覚えて1713年に合同の廃止を求める法案を提出している。1713年から1714年まで、スコットランド国事省省を務めた。1707年から1710年、1712年から1715年、1722年から1730年の3度。 スコットランド貴族代表議員として貴族院議員を務めた。1707年に枢密院顧問官となる。また同じく1707年に財務不裁判所主席判事に指名されている。1711年、父の死によりフィンドレーター伯爵を継承した。1730年8月15日にカレンにて死去、同地に埋葬された。爵位は、 長男ジェームズが継承した。1687年にアンダンバーと結婚して三男次女を設けた。シーフィールド伯爵、死者区にはいずれも、両系男子に継承を認める規定が定められている。ありがとうございます。